グレイシアゲット、クワス、お前の頭と同じ色だぞ。ピカチュウゲットって、わっ、コダックもいた。イーブイゲット。え、やっぱりピンクが可愛くて一番。青がクールでかっこよくて一番だね。黄色が元気いっぱいで一番いいな。よし、捕まえに行くぞ。どうも、ジャッジマンです。じゃあ、お互いの手札を4枚にします。あ、そうやん、負けかねない。そうそうそう、あ、ここにいる。あ、いたいた、あそこ見て。あ、上だ、上にいる。あ、降りてきた、降りてきた。おー、かわいい。モンスターボールいけるか。いや、難しいんじゃないか。おー、うーん、でもな、緑の部分もあるしな。まあ、確かに確かに、確かに、しょうがないです。オッケー。じゃあ王さん、なんだこのポケモンは。ルリリ。オッケー。 あ、ちょっと待って、この子さ、ちょっとピンクっぽくない？え？いや、大丈夫大丈夫、王さん分かんないし。あ、なるほどね。早く捕まえたいから、クリックオール。クリックオール。あ、王さん。お、はい。え？ビークイーン。あ、俺のお気に入りポケモン、ビークイーン。お、いや、でもちょっとこれ黒がなあったりするし。オッケー。はい、王さん、うん、ひらひな。どこ？え、ほら、どこ見て、どこ、下のとこ、うん、つぶらな瞳だし、かわいいけど、俺はさすがに黄色だと思うわ。違う。あー、ダメだった。王さん、捕まえたさ。見たハニー、見たハニー。オッケー。何の真似？ミツオハニー。あ、ミツオハニーはもう失礼なんだよね。なんで失礼なんだ。いいだろ。王さん、ちょっとこれ見てくださいよ。これ紛れもないっすよ。え、リオル。リオル。俺とトキちゃんの大好きなリオル。オッケー。あー、君にはいっぱいあるね、羽っこ。同じ種類はダメだもんね。うん、ダメダメ。この子、ワンちゃん。俺の大好きなウミディグだ。ウミディグだ。王さん好きか、これ。え、なんで、なんなら俺、もうウミトリオならぬギャグトリオ。おー、わっ、おっ、あれ、あれ、ちょっとピンクの部分、ちょっとピンクの部分か、あれ、ピンク、これはね、ギリギリ、ダメー。おーさん、捕まえた。カイゼン。あー、うわー、カイゼンね。いやー、でもなー、これかなりギリギリだけど、オッケー。やだー、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 ゲットしました。あら、やだ。いやー、でもこれ水テープのところ青いしなぁ。さすがに、オッケー、かわいい。おーさん、捕まえた。スッピーか。スッピーか、スッピーか、確かに。あ、目が好きだから、オッケー。目が好きだから、目が好きだから、オッケー。早速ですね、おーさん。なんだ、さっき捕まえたんですよ、一匹。キリン、ごまぞ。わあ、ごまぞ、かわいい、かわいい。ダメだもん。青じゃないから、俺めちゃくちゃ多いやん。ちょっと薄すぎるかな。薄すぎるんや。薄すぎる、ダメなんだ。え、きついね。この子とかいいんじゃない、ほら。ああ、かわいい、かわいい。ドドゲさんのショーで、総大ショーだから。総大ショー、総大ショーだから。そういうことね。に比べると若干青っぽいね。お、ギリギリ、オッケー。ギリギリ、ギリギリ入りました。女ゲットしまった。のきちゃんくん、ほら、コダックはもう、だって俺顔似てるって言われてることがあるぐらいだから、オッケー。いや、そういう理由なんや。さっきからジャッジが、ジャッジがね、甘い。この子はクイックボールでいっちゃおうか。さあ、朝菜どうでしょう。朝な、朝な、青ちゃう。そもそも白っぽいところがまあ多いってところもあるし、うん、ダメだよ。めちゃくちゃ厳しいやん。ゲットしたよ。わない。あー、わないだ。わないだ。ドラッグポケモンね、緑っぽいからダメー。ダメだー。ちょっと待って、え、あ、違うか、びっくりした。色違い、色違いに見えた。え、ワンちゃんピンクじゃない？ワンちゃんピンクかもしれない。かわいい。めちゃめちゃピンクなのこれ。最強オッケー。最強オッケーだ。最強オッケー。さて、黄色のポケモン。いやー、結構厳しいよ、黄色は。ちなみに、しかもね、結構もうゲットしちゃったんだよな。もうさ、見てください、捕まえました。
あ、これはピカピーやいただきます。自慢だった。時間も残り少ないよ。やばい、鳥だかが、鳥だかときちゃん、今のところ鳥だかが、やだでもその前に捕まえた、これ腕っぽ、おお腕っぽ、オフソーダっぽ、オッケーだっぽ、青田そっぽだっぽ、あで、女子が戦ってる間に、はい待って、あ、でもさっきのコンセントちょっと色上がってる気がしなくもな、ギリギリ OK！ はい、おーおー、バボレやったー。シャイダーズの伸びた姿、伸びた姿、なんと伸びるな、君はめちゃくちゃ OK！ やったー。じゃあ、おさん、この子、ナミールか、かっこ幼少期の子に、ナミールか、OK でーす、えぇー、あと20秒ぐらいよ、やばいやばい、時間ないよ。てか、カナちゃん意外とでかんだかった。ゴー、やばい、やばい、最後投げてる、はい、叫ぶ尻尾、叫ぶ尻尾ってめっちゃ可愛いよ、めっちゃ可愛い、さすがにピンクだし、メアリーだし、オッケー、叫ぶ尻尾、このヒロヒの、ヒロヒの木、なんかさっき俺ダメだって言った気がするな。でも今回は私黄色だから、まあ時間怪しかったけど、まあ OK にしましょう。 OK なんや。結果発表、はい、母ちゃんから行こう。はい、だって OK だったから6匹です。待って待って待って、ヤドン、うん、あれ、ウミングだって OK だったっけ、あれ、そう、アップ見たら、あれギリギリ OK になった。クラシオはなんか色違いだったから、まあ、ビ、まあ、ッグっぽかったかなって OK で、うん、ワンってもまあギリ OK にして、うん、先ほど尻尾も OK にしたけど、ミッティングだとポコッコ、ポコッコ、ポコッコちゃうやん。元からポコッコじゃなかったっすよ、これ。先ほど尻尾ゲットした時に、ポコッコに進化しちゃった。進化したらダメなんよ。え、ダメ、捕まえた時点でピンクだったから OK にしよう。優しい。6匹です。じゃあ僕が捕まえたのは5匹です。うん、頑張った。マジ、ゴマゾウだけは納得いかないんだよ。いや、ゴマゾウ、そうだよ、ちょっと違うんだよ、ゴマゾウ違うんか。はい、私はアウトだったマナイダーを抜いて7匹。すごい。ってことはウィナー解きましょう。落ち着けなきゃダメ、なんか、いや、鶴の鞭からダネフシャー、なんでそれで落とすんだよ。鶴の鞭からのダネフシャー。アップシップジャンプニューラー。あの、何してるの。ポケルンオールスターの踊ってみたコンテストがあるから練習してるんですって。ガッカンガッカン、私も乗りたい。うん、入賞したらプレゼントももらえるんだよ。よし、いっぱい練習する。詳しくは概要欄をチェックしてちょうだい。みんなも応募してね。僕は一人で応募しますよ。みんなも好きなパートを踊ってね。待ってるよ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ニャンファだったのでポゲータを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。